OMF エンバペもいいけど、やっぱり424フォメが優先されてくれ。 OMF の勝ち。週間予想はゲーム的にもサッカーファン的にも本当面白いから全然動画長くていいと思う。こういった意見前回たくさんいただいて本当にありがとうございました。コメント全部読んだ、ありがとう。ちょっとした提案なんだけど、先週の復習のシーンで的中した選手を赤で囲うよりも外した選手を暗くした方が分かりやすいと思います。それ採用。ということで本日の選手のクイズはこちら。これはですね、冷静になって考えれば分かると思いますので、ぜひ経歴も参考にしながら予想してみてください。答えは動画の最後に。皆さんどうもこんにちは、かくれ。本日は11月23日からやってくる週刊 FP 予想をやっていきたいなと思います。先週はですね、クラブでの試合はお休みで、世界各国で代表戦が行われたので代表戦からの選出になります。でこれですね、代表ウィークだけは対象試合がちょっとややこしくて、今まで通りでいくならこんな感じになるんですよね。まあ、いつも日本代表から選ばれないのでアジア枠はないですし、実はアフリカからも基本的には選ばれないんですよね。まあ、権利の関係上になるのかな。逆にですね、ヨーロッパからはドイツあたりの親善試合からも週刊 FP 来たりするので、ちょっと不思議ですよね。まあ、とりあえず今回もこれに習って予想の方がっつりやっていきたいなと思います。ただ僕はね、日本代表に関しては新たな予選も始まってサプライズワンチャンあるんじゃないかなって期待してますので、まあ、そのあたりも含めてお話していけたらいいかなと思っております。今回もワクワクするような予想を持ってきましたので、ちょっとでもいいな、参考になったなって思ったら高評価チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。では行きましょう、レッツゴー。ではまず前回の復習からいきましょう。前回の予想は11名中6名正解でした。なんだかんだ毎回半分以上当ててるのでかいですよね。ただね、国代表結構毎回苦戦してて、毎回 3,4 名の正解なので、今回こそ国代表でも半分の壁超えたいですね。頑張りましょう。でこっからがですね、今週の予想になるんですけど、まずは日本代表のコーナーいきましょうか。日本代表はワールドカップのアジア2次予選が始まってミャンマーに0-0で勝利いたしました。もうドン引きで守る相手にしっかりと5得点。上田綺世選手、圧巻のアットトリックだったのと、初めてプレー見たんですけど、佐野海舟選手がめちゃめちゃ良かったですね。佐野海舟選手のボール回収、大丈夫ですよ。いやもしね、まあ日本代表から週刊がサプライズ選出されるなら、まあ確実に今週は上田綺世選手だと思ってますね。ワールドカップの時は日本代表週刊っていうのが特別に来たりしてめちゃめちゃ盛り上がったので、やっぱね、日本代表は能力云々よりもガチャの盛り上がりには欠かせないと思ってるんですよね。まあさっきも言った通り権利の関係はあるかもしれないですけど、なんとかサプライズでの登場期待していきたいですね。ですいません、ちょっと週刊とは話ずれるんですけど、今晩行われるシリア戦はですね、結局放映権が高すぎて放送がないみたいですね。ワールドカップアジア2次予選ってホームが放映権を持つみたいで、今回でいうとシリアがホームなので、シリアサッカー協会が権利を持っていて、そこから依頼された代理店と交渉してるみたいなんですけど、なんか1億円とか超高額な放映権を提示してきてるらしいですね。まあ一応海外のサイト使えば合法的に見られるみたいですけど、日本語の解説で見たかったのが本音なので、日本での放送がないのはすごく寂しいですね。まあでも勝利を信じて応援していきましょう。でそう、あともう一つ、日本代表といえば U22 世代が親善試合でアルゼンチンに勝ってましたね。僕もリアルタイムで見てましたけど、めっちゃいい試合でしたよね。個人的には福田師王選手のゴールが嬉しかったのと、1点目の松村選手のゴラッソ、めっちゃ気持ちよかったですね。いや最近は本当にね、代表戦見るのすごく楽しいですよね。ということでここからポジション別の予想見ていきましょう。まずはゴールキーパー。ゴールキーパー今週ですね、かなり選出が難しくて、ポルトガルのジオゴ・コスタ、そしてハンガリーのディネス・ディブス、この2人のリストアップとなりました。まあ安定でピックアッパージオゴ・コスタにしてみましたね。アイスランド相手に4セーブクリーンシートを達成して、チームも破竹の10連勝。いや何がやばいかって、10試合で36得点2失点なんですよ。まあ36得点もすごいですけど、10試合して2失点しかしてないっていうのがめちゃめちゃすごいなって思いましたね。ジオゴ・コスタは1年以上前の週間で1回だけ登場しております。さあお次はディフェンダー見ていきましょう。まずはスウェーデンのアウグスティンソン選手。スウェーデンはですね、エストニアに2対0で勝利したんですけど、この試合の MOM を獲得したのがアウグスティンソンですね。2点目のフォルスベリのゴールがあまりにも美しかったので、ぜひ概要欄からチェックしてみてください。通常能力はこんな感じで、スキルを見てもかなり攻撃的なサイドバックになってますね。そして2人目、
オランダからデプライ選手。オランダはですね、勝てば本戦出場が決まる大事な大事な一戦でアイルランド相手に1対0で勝利、見事本戦突破を決めました。でこの試合ですね、オランダのゴールキーパーがペルブルテンで、アイスランドのフォワードがファーガソンだったので、ブライトン見てる自分としてはなんか嬉しかったですね。でデプライはですね、メインパートナー勢ではあるんですけど、意外と登場回数少なくて、前回週間で登場した時はこんな数値でしたね。スキル完璧なセンターバックなので、あとはスピードがちゃんと底上げされればって感じになりそうですね。そして最後のピックアップはドイツとトルコの親善試合からカドゥオール選手。いやトルコ勝ちましたね。ドイツ相手に3対2で勝利。いやこの試合面白いのが、両チーム日本と直近で対戦していて、監督が解任されたチームなんですよね。立て直しを図る中、トルコは3連勝、ドイツは敗戦と明暗が分かれる形となりました。この試合ハイライト見ましたけど、雰囲気もすごくていい試合でしたよね。センターバックのパスから完璧な裏抜きをして先制点を決めたのがカドゥオールになります。でカドゥオールといえば、以前ですね、通常コスパ最強選手でも紹介したぐらい通常でも強い選手なんですよね。ただまあ習慣になった時に強化力が噛み合うかっていうのは不安ではあるんですけど、まあ、なかなかに楽しみな選手の一人ですね。でそうこの試合といえば、ハバーツがですね、左サイドバックで出場していたことも話題になりましたね。ゴールも決めていたので、ドイツが試合に勝ってればワンチャン超絶バグ強化ハバーツもあったかもしれません。いつかまた期待しましょう。ピックアップはですね、こちらの3名したんですけど、期待枠で来たら熱いのはカンセロ・アラウホあたりになるかな。登場頻度や他選手のピックアップで期待枠ストップにしたんですけど、活躍としては2人とも十分あり得るレベルだと思っております。さあここから後半戦、ミッドフィルダー行きましょう。ミッドフィルダー1人目はフランスからポパナピックアップしたんですけど、ちょっとみんなフランスの結果見ました？こちらなんと14対0でジブラルタルに勝利してるんですよね。いや野球かな。この試合でフランスはユーロ予選の最多得点記録を大幅に更新する歴史的な試合となりました。いや何がすごいかって、ダゾーンのハイライト9分ぐらいあるんですけど、全部ゴールシーンなんですよね。いや皆さんの好きだったゴール教えてほしいな。僕はやっぱね、14点目をオーバーヘッドで決めてめちゃくちゃ喜ぶジル大好きでした。ムバッペの超ロングシュートもすごかったですね。まあ、とにかく点が入りまくったので、これ見てほしいんですけど、評価点高い選手多すぎるんですよね。コマンも素晴らしいし、ジョナタン・クロース、グリーズマン、テュラム、誰が来てもおかしくないレベルなんですけど、まあもろもろ登場回数なんかも考慮して、今回は途中出場で1ゴール1アシストのフォファナ選ばせていただきました。ザイエル・エメリのですね、怪我での前半途中交代ではあったんですけど、まあ、前例としてですね、前半からでもスーパーサブ追加できたこともあったので、スーパーサブ追加されてフォファナが来るのはなかなか面白いんじゃないかなって思ってますね。こんな感じでバランスいいボックスボックスなので、スーパーサブとかつけば一気に覚醒する可能性はありそうですよね。とにかく今回フランスから誰が来るのか、ここが注目になってくると思います。そしてミッドフィルダー2人目はクロアチアからマイエル選手。ラトビア戦で全得点に絡む活躍で勝利に貢献いたしました。6月の代表週間でも選ばれていて、結構能力優秀でしたよね。未所属組なので、まさに代表週間でしか来ない激レアな選手となっております。この勝利でクロアチアは2位に浮上。明日ある最終節アルメニア戦で勝利すれば予選突破になりますので、ぜひ予選突破決めていただきたいですね。てかさ、このグループの首位トルコなんですね。トルコの強さに驚くとともに、親善試合とはいえ4対2でトルコに勝った日本代表すごくないか。そしてミッドフィルダー最後のピックアップはこれ一番来てほしいな、コロンビア代表からルイス・ディアス選手。ワールドカップ南米予選に挑んだコロンビアはなんとブラジル相手に勝利。この試合の全得点を決めたのがこの男、ルイス・ディアスですね。しかも試合終盤にどっちもヘディングっていうね、いやなかなかに珍しい形でのゴールでしたよね。ルイス・ディアスといえば、お父さんが誘拐されてしまってリバプールでゴールを決めた後にお父さんを解放してっていうメッセージをね、あのシャツで発信したことが話題になりましたけど、実はですね、お父さん無事に解放されて、この試合お父さんも観戦してたんですよね。そんな中でブラジル相手に逆転の2得点、ドラマや漫画よりもできすぎてるストーリーがここにありますね。まずはお父さん無事で本当に良かったです。ちなみにですね、ヘディングでの2ゴールって考えると、ヘディング強化のヘッダー追加とかで登場になりそうですね。皆さんご存知の通り、ルイス・ディアスはドリブラータイプなので、ちょっと強化の噛み合いが心配ではありますけど、まあ、左ミッドフィルダーにポジション変更も入ると思いますし、面白い強化になりそうですね。来てくれれば間違いなく今週の中の大当たりになると思います。ピックアップはですね、こんな感じなんですけど、今週のバグ強化候補でいうとイングランドのアーノルドになるかな。前
回代表週間の時もセンターミッドフィルダーで登場しましたけど、代表だとねがっつり中盤で使われてるんですよね。前回もノル結構良かったですし、来てくれたら盛り上がるし密かに期待してますね。ではここからラストフォワード行きましょうか。いや代表ウィークになるといつも大爆発してるのがベルギーのルカク。なんと今節も4ゴールと大車輪の活躍、しかも37分で4ゴールしてましたからね、バケモンみたいな活躍ですね。評価点10の MOM なので基本的にはルカクが来ると思うんですけど、ハイライトとか見るとね毒もすごかったですね。2アシストと結果も残したし、かなりのチャンスが毒発進で生まれてたのがすごかったですね。そして2人目はイタリア代表からキエザ選手。まずはイタリア、ユーロ本戦出場確定、おめでとうございます。まさに今朝ですね、ウクライナとの2位突破を決める直接対決があって、試合は引き分けだったんですけど、その前に1回ウクライナにイタリアが勝ってるので2位突破となりました。最終順位がこんな感じなんですけど、勝ち点でウクライナとイタリアが並ぶまさに激戦のグループとなりました。ただですね、今回の対象試合は最終節1つ前の北マケドニア戦になりますね。1ゴール1アシストのラスパドリか、ドッピエッタ2ゴールのキエーザ、まあ、どっちかなと思ってて今回はキエーザを選びました。いや個人的にあの試合ね、ジョルジーノが PK 外しちゃった時の北川さんの実況が最高だったので、よかったらチェックしてみてください。まあ、キエーザに関してはなんだかんだ6月ぶりの週間だし、今の強化度で来てくれたらどうなるのかっていうのが気になるので、ぜひ今回登場してほしいですね。そしてフォワード3人目のピックアップは7勝1分けで1位突破となったスペインからフェラン・トーレス選手。1ゴール1アシストの MOM なので、まあ、順当に選ばれれば来るんじゃないかなって思ってますね。いやでもね、この試合はガビが怪我しちゃったのが本当に心配というか、見てて辛かったですね。なんとガビはこの試合ですね、右膝前十字靭帯断裂と外側半月板損傷で8ヶ月の離脱なんじゃないかって言われていて、ユーロ本戦も絶望的になってしまったみたいですね。やっぱこういうニュースとか見ると、過密日程でクラブと代表の試合をこなす選手たちがすごく心配だなって思ってしまいますね。1日でも早く治ること祈っております。でフェラントーレスはですね、登場すれば今年の2月ぶりの週間 FP になるかな。前回登場時はこんな感じで結構いい能力でしたね。そしてフォワードピックアップラストはウルグアイからダルウィン・ヌネス選手。コロンビアがブラジルを破ったと思えば、なんとウルグアイはワールドカップ優勝国アルゼンチンを破ってアルゼンチンに予選初黒星をつけることになりました。で個人的にはですね、右サイドバックで出ていて先制点を決めたアラウホのゴールがめちゃめちゃ好きだったので、そっちかなって思ってるんですけど、アラウホはかなり直近で週間登場したのもあるので、今回はルネスピックアップさせていただきました。ゴールキーパーの股を抜く素晴らしいゴールでしたね。てかさ、ルネスもそうですけど、リバプールの選手代表で活躍しすぎじゃないですか。ざっくりまとめるとこんな感じで、前線の選手全員活躍してるレベルだなって思いましたね。すげえ。あ、でそう、フォワードかつリバプールでいうと、ソボスライがですね2ゴールして予選突破決めたんですけど、ちょうど今ですねソボスライショータイムで来ちゃってるじゃないですか。まあそこを考えるとね、今回は選ばれないのかなと思いましたね。ただ活躍は十分なので、まあショータイムが切れるタイミングって考えると、まあ来てもおかしくないってことはしっかりと頭の中に入れておいてください。1点目とかほぼ一人で決めててすごすぎましたね。はい、ピックアップはですねこんな感じで、まあ、期待枠で言うとトロサール、ベブホースあったりとか、あとやっぱりね日本から来るとすれば上田綺世選手が来ると思いますので、このサプライズ選出にも期待しながら目標日待っていきましょう。ということで最後のまとめると11名こんな感じ。最初ちょっと渋いかなって思ったんですけど、改めて見るとウィン結構面白い週になりそうですよね。先週はムバッペとオドリゴそれぞれに激アツ枠がいてかなり盛り上がったので、誰か一人激アツ枠になることを期待しながら待っていきましょう。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。今日の選手のクイズの答えはこちら、ロドリでした。まあ分かった方多いんじゃないかな。分かったって方はぜひ高評価よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。